おはようございます。速稼塾の久保です。昨日は博多じゃないや、福岡のオフ会の方お世話になりました。まあ、はっきり言ってちょっとね、ハイボールを1杯2杯控えときゃよかったかなと思うんですけども、まあ、いわゆる飲みすぎてですね、今日は朝快適な目覚めでございました。で、今日は熊本の方にお邪魔しますんで、これから新幹線乗ろうかと思います。よろしくお願いします。いやー、やっぱりね、福岡2度目がこんなに早くできるとありがたいですね。本当、幹事さん、皆さん、参加してくださった皆さん、本当ありがとうございます。で、プロフェッショナル対談の方は、第2弾がですね、まあ、私の腰の痛みをきれいに取り去ってくれた、ひろこさんが対談してくれると思いますんで、期待しております。ね、皆さんにもね、いろんな健康法を広める中に、まあ、私がね、思わずうまくいったバランスボールってのを取り入れていただきたいかなと。もちろん40代から体力つけたい方もものすごく向いてます。で、やることっていうのは単純なんで、多分あんまり挫折しないんじゃないかなと思いますよね。私もライブ放送してるとき、こう揺れてると思うんですけど、バランスボールにずっと乗ってるんですよね。うん、非常にですね、あれが、こうなんですかね、体格を歪めないっていうかね、うん、いいんじゃないかなと思います。それでは、また放送します。こんばんは、速稼塾の久保です。今日も熊本のオフ会ただいま完了してですね、戻ってきました。もうすっかりですね、時間が経つのを忘れてしまって、お店の方はもうガラガラになってみんな帰ってしまってですね、店員さんの方には皆さんにはちょっとご迷惑をおかけしました。本当にすみませんでした。まあ、それから今回のオフ会っていうのは、幹事さんがですね、熊本ではなくて、なんとですね、宮崎の方から仕切ってくださったんですよね。まあ、それからそこに賛同して大分とかね、それから熊本の方ももちろんなんですけども、お集まりいただきまして、本当に皆さんのおかげで、今回もね、熊本に来ることができたら非常に嬉しいなと思いますね。熊本城もちょこっと見学できて、記念写真撮ったりなんかして、それから民謡やってますんで、熊本駅のこの構内についているお手もやん像っていうね、熊本の方だったらどなたでもご存知のお手もやんっていう、民謡と踊りなんですけども、そちらの方にちなんだ銅像をね、拝ましていただきまして、本当にありがたいなというところでございます。さあ、今回ですね、熊本の方で、皆さんに、教えていただいたこととかね、関わらせていただいた中で、やっぱりこの信頼できる、情報とかをね、当然ですけど求めていらっしゃるんだけども、信頼できると思ったものが実はそうでなかったってことが、短期間の間に分かってしまうというのがね、この2017年の後半から2018年に起きたことなんではないかなと思います。これは大丈夫じゃないかな、これは信頼できるんじゃないかなと思ったものがことごとく崩れ去っていって、で、今ね、今手元に残っている情報源とか手元に残っているものがしっかりと自分に価値をもたらしてくれているものではないかとは思うんですよ。本当にひろこさん、こんばんは。で、口々に今日ね、申されてたのが、早めにこれを知っとけばよかったっていうこのキーワードですよね。早めにこれを知っておけばよかった、それの前にこっちを知っておけばよかった、まあ、そういうことが多々あったと思うんですよ。で、こういうのは人生につきもので、知る順番によって受ける影響とか選択するべき人生ってのは大きく変わってくるんですよね。で、皮肉なことに何かを選ぶと代わりに何かが選べないってことが結構起きるんですよ。例えば何かに大きなお金を投資してしまったら、もっといい案件が現れてきた時に資金を振り向けることがもうできなくなっているってことなんですよね。皆さんも多くお感じだと思います。あんな無駄遣いをしなければ今頃はこの例のやつにどんどん突っ込めたのになとかって感じると思うんですよ。あ、やさこんばんは。九州新幹線ね、家族で乗っちゃってください。まあ、そういうふうな後悔とか反省もありでですね。あ、道本さん、今日はどうもありがとうございました。幹事さん、お疲れ様でございました。あえて嬉しかったですよ。で、ね、後悔先に立たずっていう日本のことわざがありますけども、後悔は先に立たないんですけども、ただですね、自分が深く後悔したか反省したかってこと、あ、どうも、いっこさん、こんばんは。仲良しの友達がいらっしゃる。今度ね、ご一緒したいですね。まあ、そういうふうなね、今まで過ごしてきた自分の人生を肯定するんではなくて、徹底的に否定してですね、これをやらなければよかったっていうふうに悔しい思いで振り返っていただければ、新しい一日とかが始まるんではないかなと思います。まあ、今日もね、同じようなテーマ、自己否定論というのでお届けしましたけども、皆さんもどうお感じになったかなというところでございます。さあですね、で、福岡の方でも本当に昨日はね、あっという間の時間を過ごさせてもらいました。そして今日は熊本でした。次回はね、大分とか、それから宮崎とか鹿児島とか、こういったところもきちんとやらせていただきたいのと、あと天草の方とか五島列島ね、五島列島ですよね、あっちの方に行こうかなと。あ、キラさん、どうもこんばんは。今電車の中ですか。
見てくださったんですが、ありがとうございます。先ほどは本当お疲れ様でございました。あっという間だったんでね、もっともっとね、お一人お一人掘り込んでいきたいなと思いましたし、お一人お一人の、まあ、あの疑問質問をこれご相談とかっていうのはしっかり受けさせていただきたいかなと思ったんですけども、あとはですね、メールをいただければと思います。特にあの ID 診断ね、まだ受けてらっしゃらない方はぜひ ID 診断を出されてください。どうすれば25日のボーナス受け取ることができるか、そしてそのために最小限のパワーで最大限の功績結果を残すために何をすればいいかってことをきちんとお伝えしていこうかと思います。その他ですね、アフィリエイトにお困りの方とか転売でお困りの方とか情報発信でなかなかアクセスが集まらない方いらっしゃると思うんですけども、そういう方向けにもこの速稼塾ジェネシスのね利用していただければと思います。今日参加してくださった方の中にはアーカイブの中の速稼塾の2017年ファイナルっていうものとかね、これはビジネスに特化した最高峰のコンテンツになってますけども、こちらの220日も連続で行った講義、これ1日にですね1時間前後の講義を220日連続で送ってたんですよね。でリアル講義を入れたりとか、ファイナルでは最終回ではみんなで集まってセミナー合戦をしましょうみたいなね競争もしましたけどね。それからマスターマインド TV 2016年のプログラムですけども、半年間にわたって、お送りした生放送ユーストリーム放送なんですけども、これ最高視聴者680人を、まあ、記録したというね、私の中では結構やったなと思うやつなんですけども、こちらの方も皆さんの速稼塾ジェネシスに入られた方のアーカイブの方に入ってますんでご覧いただけたらまたね1年2年楽しめるんじゃないかなと思いますけども、肝心なのはですね学習することだけじゃないんですよ。アウトプットするってことですよ。皆さんインプットみんなするんですけども、アウトプットに立ち止まってるんですよ。インプットの10倍アウトプットした方がいいですよ本当に、うん、で自己アフィリエイトを覚えたら10人に教えるみたいなことをやっていけば、このアウトプットが所得を変えますからね。アウトプットをしていくことによって信頼関係が高まっていきますから、皆さんちょっとアウトプットにね遠慮しないでいただきたいかなと思います。常に、ファイナルすごかった、ありがとうございます。常にですね、ビジネスをしろってことじゃないんですよ。感謝の表現をするとか、お得情報をどんどん惜しげもなく拡散するとか、例えば私の、速稼塾ジェネシスの中の、まあね、僭越ながら動画でためになったなとか、一番最初に、いろんな動画の中で久保哲郎の速稼塾ってものを選んでくださった、その衝撃がね、もしあるんだったら、それをどんどんアウトプットするといいと思います。これは、久保哲郎が言ったからというふうに言うんではなくてですね、自分が感じたことをどんどん出していくってことなんですよ。マスターマインド TV も見てくれてますか、ありがとうございます。あやさんも本当にね、長い付き合いになりました。東京に行った時はまたお会いしましょう。東京はね、東京というか今度ね、埼玉に行こうかと思うんですよ。東京もそうなんですけども、東京も柴又によるかもしれませんけども、埼玉に行ってちょっとね、これからの人生のちょっと仕込みを一個したいなと思うんですよね。これはちょっとまだね、何をするか言えませんけども、埼玉に、唯一あるカーショップに行くとだけ言っときます。カーショップですよ。車屋さんですよ。で、まだね、そこは私もね、行ったことがないんですけども、検索して、今、最近は毎日そこの、更新されてないホームページを見ています。更新はされてませんけども、アクティブに、営業してくださってるんだろうなっていうのは思いますんでね。そちらの埼玉の方にちょっと行ってみようかなと思います。まあ、とにもかくにもこれ来年のことなんで、当面は、12月、今月ですね、9、10の山口市の1泊2日のオフ会の方でお会いできる方お会いしましょう。それでは次回は山口でお会いしましょう。明日は広島に戻ります。では今日もご覧いただきましてありがとうございました。では、失礼します。熊本の皆さん、本当にお疲れ様でした。